ちょうど北宅ラッシュ時ということでありましたのでまあ、市民の皆さんに大変あのご迷惑をおかけをしてしまったこのことについてはお詫びをしたいというふうに思います札幌市交通局によりますと麻布駅南側にあるポイントに不具合がありこの不具合が原因でタイヤがパンクしたとみてポイントを交換して今日の始発から通常の運行をしています地下鉄南北線ではこのパンク事故の影響から 北24条駅と麻部駅の間できのう午後2時15分から終日運転を見合わせ代行バスで乗客の輸送を行いました。